ールありがとうございます。ありがとうございます。本日の NGT48 お披露目2周年記念、2周年スペシャルライブ、2年前の今日ここにですねメンバー全員で船に乗ってやってきてから丸2年、本当に皆さんのおかげでここまで来ることができました。3年目もメンバー一丸となって頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次がなんと最後の曲になってしまうんですけれども、その前に今日は私から報告があります。私北原理恵はNGT48 を卒業します。驚かせてしまって本当にすいません。本当に皆さんの支えがあって今日2周年を迎えることができました。今 NGT48 は本当に勢いのあるグループだと思うし、私自身活動していてとってもやりがいがあるし本当に楽しいです。そしてメンバーのみんな、スタッフの皆さん、もちろんファンの皆さんのことが本当に大好きです。なのでとても悩んだし考えました。だけど決断させていただきました。この2年間キャプテンとして自分のできることは精一杯頑張ってきました。メンバーもみんな慣れない環境の中どんどん成長してくれて今ではすっかり頼もしい存在になっています。みんなのことを信頼しているので私は自分のいなくなった NGT48 を誰よりも楽しみにしているし、これからはメンバーとしてではなく NGT48 の一番のファンとして応援していきたいなと思います。卒業は、卒業の時期は来年の春頃を予定していますが、また詳細が決まり次第ご報告させてください。卒業後は、ずっと夢だった、AKB に入る前からずっと夢だった、ずっとやりたかった、お芝居のお仕事を中心に活動していこうと思っています。自分の成長が NGT48 につながるようにみんなの中で永遠のキャプテンでいられるようにこれからも頑張っていきますので、NGT48 の応援および、北原理恵の応援をこれからもよろしくお願いします。もう少し皆さんみんなと一緒に活動していく時間が残っているので最後の最後まで NGT48 の一員として頑張っていきたいと思います。なのでこれからも本当に応援よろしくお願いします。すいません、この2周年ライブという場所でこういった個人的なお話をしてしまって本当に申し訳ありません。こういう機会を与えてくださったスタッフさんに本当に感謝しています。それでは本当に最後の曲に
いきたいと思います。最後の曲に本当に驚かせてしまったんですけれども、ライブはもう一曲残っているので最後の一曲盛り上がってくれますか？ありがとうございます。じゃあまかちゃん、まだもうちょっといるので最後までいっぱい楽しい思い出を作ろう。はい、それでは聞いてください。マックス時315号。
本日は、新潟開港150周年プレイベント NGT48 とお披露目2周年記念ライブにお越しいただき本当にありがとうございます。皆さんのこともたくさん驚かせてしまったんですけれども、これからの NGT48 の応援、これまで以上によろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後の挨拶をしましょう。ありがとうございます。